こんばんは、入山明子です。11月25日金曜日、入山明子のつれつれ日記。今日はラジオ日本おはよう歌一番にゲスト出演させていただきました。コロナ禍よりラジオを聞いてくださる方が増えているというお話も伺いました。朝4時からの早い番組ですが、楽しみにお聞きくださっている方々に知っていただける、お聞きいただけるチャンスをいただいてとても嬉しく思っています。今日収録したものは12月22日の放送になります。少し先になりますが、楽しみにお待ちいただきますように。それでは昨日のお返事をお返しします。中垣さんです、ありがとうございます。沖島晴美さん、ボンジーヤアバターが貼ってありますね、ありがとうございます。木中さんが可愛らしい菊、ポンポン菊って書いてありますが、とても可愛いお写真貼ってくださいました。金崎真紀子さんです。真紀子さんのアバターも可愛いですね、はいとそして桶川さんです。柴谷富子さん、そうです、あの月に笑う蝶の作詞をなさった緑子先生と偶然お席がお隣で久しぶりに再会できました。辻明子さんも毎日シェアありがとうございます。笠原茂人さんは新潟からです。長塚正彦さん、まーさんは熊のプーさん貼ってありますね、かわいいです。満月照夫さんです。そうですね、体調に気をつけてまいりましょう。それから川本さんです。あ、ラジオ日本ラジオを買いましたが聞けませんでした。そっか、なるほど、あのスマートフォンの方がよく入るようですね。ラジコを聞けるようになるといいですね。阿部明さんです。スタンプ、二見さんもスタンプです。塩田さん、ルンルン気分の楽しいメッセージ残してくださってます。森沢隆さんも、毎日コメントありがとうございます。浜田さん、スタンプ。西山秀子さんです。あ、ローズピンクのジャケット、これ派手ですけど気に入ってるんですよね、ありがとうございます。とてもあの楽しくお話できましたよ。中本先生です。楽しい収録でした、ありがとうございました。そうなんです、収録と思えないくらいリラックスしていろいろお話しさせていただきました、ありがとうございます。柴谷富子さん、 FM 伊丹の沢さん、またかけてくださいましたね。私もちょうどお仕事しながら聞いていたんです、嬉しかったです。浅沼さんが、なんてったって歌謡曲にメッセージをくださっていたんですね、ここに先生が挙げてくださってます、ありがとうございます。さあ、それから今日は動画大賞を5名の方エントリー挙げさせていただきました。宇野さんも挑戦しようかなと書いてありますね。沖島晴美さん、またね、ブラジルからご参加いただいて嬉しいです。島林さん、ぜひ島根からも挑戦くださいね、お待ちしてます。中本先生は、たくさんの応募があるといいですねと書き込んでくださってます。あ、森沢隆さん、練習して今回も楽しみたいと思いますといただきました、ぜひお待ちしてますね。
ブログにはちえちゃんからいただきました。スケジュールが忙しいからご自愛くださいねという優しいメッセージです。さあそして YouTube です。こちらは入山明子施設応援隊さんです。ラジオでお疲れ様でした。放送日楽しみにしてます。緑子先生と偶然の再会は縁ですねと書いてあります。ありがとうございます。さあそれではですね、動画大賞のエントリー皆さんぜひご覧ください。そして土曜日は千葉のユーカリが丘のイオン14時から入山は出演です。余命の歌手の方とご一緒ですので賑やかになりそうです。それではまた元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。